って。絶対寝ないんだからな。マリちゃん寝つきのビタ並みなんだから諦めた方がいいですって。そうだぞ。諦めて寝ろ。もう夜の9時なんだからいい子は寝ましょうねー。小学生でもそんなに早く寝なく、あー。いやびっくりするくらい早く寝たな。まだ夜の9時1分なんですけど。1分で寝たんかい。まあいい。その可愛い寝顔、いつまでしてられるかな。はい、寝たふりしても無駄無駄。はぁ、私はなんでこんなにも早く寝てしまうのか。悩みとかなさそうだよね。悩みぐらいあるわ。今までの帽子は飽きてきたから、キャップにしようかなとか悩んでるわ。今まで通りでいいと思うよ。それよりも今回は全員救出できるんですか？全員救出できる気が全くしない。でも一つだけ考えはあるぞ。お？なになに？前回拾った解凍機、あれ最後にちらっと言った通りリーゼに使うんだと思うんだよな。体の中の爆弾が爆発するエンディングがありましたもんね。そう、だからリーゼの中の爆弾を私が取り除いてみせるぜ。そのために念入りな準備が必要だな。まずは医学部に行って知識をつけて。いや念入りすぎるのよ。でも素人が無免許で医療に手を出すのは罪になるわけで。ここ私の中の悪夢なんだよね。夢の中なら私が何したっていいってことだ。裸で踊り明かしてもいいわけですね。そんなことは夢の中でもしねえよ。マリサの悪夢 YouTube で配信してるから裸とかやめてね。悪夢配信とかすげえ技術だなって。そんなくだらねえ話してる場合じゃなかった。今はリーゼの胸の爆弾を取ることに集中しないと。まず縫合セットを用意しておく。手術の手順的にはリーゼをチェーンソーで切りつける。解凍器を取りに行く。胸の爆弾を摘出、縫合して手術終了。まあこのような予定で手術を進めていくぞ。言った通りにうまくいくんでしょうか。そのために準備は怠るな。いやもうすでに手術は始まってる。そう思え。まずは縄ばしご、これを取り付けておく。まずは矢神を救出しないことにはこの手術の成功はない。白い灯籠、お前は後だ。先に取り付けてくればいいのに。うるせえ、素人が手術の口出しするな。オタクも素人だろうが。で、私はなんで2階に来たんだっけ。知らねえよ。先生、混乱しないでください。患者が不安になるじゃないですか。先生混乱中です。こんな医者に手術任せたくないな。さ、矢神を助けたのでエレベーターが自由に使えるようになりました。あとは窓を開ける道具が欲しいので、アガツマを救出。もたもたせずに助けないとボコられます。いや割と温厚な方よ、アガツマ。そして一旦4階に移動。ゾンビマシンを上に移動させます。そういえばカコちゃんに知らない人を食べさせるのはやめた方がいいとコメがありましたね。え、そうなのか。だとしたら一体どうやってカコちゃんを助ければいいのか。コメ欄でも意見が分かれてるところだな。食べさせないことによってたどり着くエンディングがあるのか。よし、青い灯籠も回収。準備完了かと思ったが、白い灯籠を設置するのを忘れていた。これをはめないと左の塔のはしごが使えないからな。よし、これで準備は完了のはず。いいか、1ステップでもミスればリーゼは救出不可能になると思え。リーゼちゃんを縫う前に解凍機を回収して縫合するってことですね。リーゼちゃん、なるべく長く生きててくれ。普通なら即死よ。まず4階に移動して青い灯籠をはめる。これをはめることにより左の塔を使えるようにする。左の塔が使えないと解凍機が回収できないからな。今のところステップの無駄遣いはありません。よし、ここまで来れば解凍機はすぐそこだ。リーゼちゃん、どうか無事でいてくれ。急げ、時間との戦いだ。リーゼちゃん瀕死状態でまだ頑張ってます。オッケー、解凍機来たー。時間よ、もう踊れ。いやなんてことないですよ。知らない人を拾わなきゃいい話ですから。じゃあさっきの絶望感満載の演出いらなかっただろ。まあそこはやっぱり動画ですから。はい、そして無事に解凍機回収です。ここまで来ればもう手術は成功したも同然ですね。この状態でまだ生きてるリーゼちゃんがすごすぎる。そう、それでは爆弾の摘出を始めます。誰に入れられたんだ。血がべっとりついた爆弾回収できました。うわー、止血、誰か止血して塗った方が早い。お、これは手術は成功しました。恐ろしいやつやで。この爆弾が全員救出の鍵になるのか。待ってくれないと困るんだが。うん、痛かったね、ごめんね。でもこれでリーゼちゃんが爆発することがなくなったわけですね。あとはこの後どうするか。まずはマットレス置くでしょ。花瓶も置くでしょ。ピッケルで石も回収するでしょ。そして知らない人は椅子に座らせるでしょ。で、石で電気を流してここを通れるようにしておくでしょ。で、ハサミを回収して先生を救出。で、前回と何ら状況変わってないんですけど、爆弾は手に入れましたが何に使うのかわかりませんし、お風呂でも爆破する？見境なく爆破させようとするのやめろ。冷蔵庫爆破する？爆破できないみたいですね。あ、こんな時は説明でも見てみるか。何か発見があるかもしれないぞ。ですね。この説明しかヒントはないみたいですし、小型で高性能なプラスチック爆弾、石壁などは簡単に吹き飛ばせる。少し生臭い。なるほど、そういうことか。説明すげー。石壁って言ったらやっぱりここだよな。果たしてうまくいくのでしょうか。お、くっついた。うわ、爆発した。間一髪。おう、先に進めるようになってる。これは、ヨムちゃんの後ろに書いてあったやつ。確かマークは、左が4で、右が3、だったよな。で、これであの転送装置を使えば。なるほど、正しいところに転送できる？いい。行くぞ。同じじゃねえ？え？こんなに頑張って手術成功させたのに同じなの？このままじゃこの動画お蔵入りになりますね。そ、それだけはご勘弁を。え？なんで？転送マーク間違ったとか？いや転送マークは合ってたと思うぞ。それなのになんでだよー。イエーン。私は永遠にこの悪夢にはまってしまったのか。あ、やっぱり同じエンディングなのね。一体どうすればよかったんだ？
前見た人と違くない？これも握力見たらこんな感じなんだな。右は7、7なんて入力できないしな。これ左3だけとかにしてみたらどうだろう。まあとにかくやってみようぜ。左を3だけにして、転送する。すると。さっきと同じ人？でもちょっと壁の割り方が変わってるような。もうめんどくせえわ。私が全員助けてあげるからね。ジャックブレア以外は。ジャックブレアだけ助けると何か起こる的なコメは来てましたけど。ジャックは助けない。ジャックだけは助けないからな。逆なのよマリサ。みんな待っててね。誰かマリちゃんを止めて。あ、どうしてエレベーターに閉じ込められてるの？何か悪いことでもしたのかな？後で助けられたら助けてあげるよ。君も何か悪いことでもしたのかな？君も後で助けてあげるね。絶対助けないやつだろあれ。おなもみ、これは必要だな。さ、邪魔なものはさっさと置いてしまって。遅くなったけど助けに来たよ。助ける気全くないだろう。もうこれからは辛いことも起こらない。今辛いわ。私は救世主ね。ちょ、何これ。思いがけないことが起こったからって我に返るな。あ、今は必要ない。さあ、次は誰を助けに行こうか。上に助けを求めてる。あれ、また私は一人の少女を助けてしまった。ここにも助けてほしい少女がいるようだ。もう苦しむ必要はない。今楽にさせてあげるからね。あ、アガツマ逃げろー。また一人の少女が助かった。だが奴だけは助けない。生きてこれからも苦しんでもらう。ここに置いておけば奴は苦しむ。これから先もずっと。さあお前はこれからもずっと苦しむんだ。私のお名もみをくらいな。それどういう意味？お前は助けない。助けないからな。さ、様子でも見てくるか。ふ、やっぱり助かってないな。こっち見んな。やっぱりこいつは助けなくて正解だ。さ、もう一人助けに行くか。もう少し、もう少しで楽にさせてあげられる。待っててね、先生。あ、楽になったね。様子を見に行ってみようか。ああ、4人も楽にしてあげた。あ、でもそのままじゃかわいそうだよね。今チェーンカッター持ってくるね。チェーンカッター持ってきたよ。これであなたも自由だ。さ、行くか。ジャックブレアだけどこかに転送させたってこと？